でもそっか、門間さんもさ、謎のまま終わってるんだよね。あ、またこっちに戻るんだ。ええー。そうなんだ。ワクチンを飲んでも、結局僕は助からないか。うん。門間さんは？ 門間さんはどうなった？ハルト、そうだ。でも、だからって、葵がワクチンを飲まないなんてダメだよ。そんなことしたって、何の解決にもなってないし。それは、わかった？へへ。そうだね。本当はね、いつも、ハルトはそう言ってくれるんだ。大丈夫だよ。私も飲まないといけないって分かってるから。さっきのはちょっと言ってみただけ。ごめんね。ほら、7年もあるのに、ハルトとおしゃべりできるのは、この時だけだから。だから、ちょっと意地悪とか、行ってみたくなったりね。へへ、そんな感じ。葵。ごめんね、ハルト。この時しか話せないって切ないね。僕のことはいいよ。それより、葵は一体何回？ねえ、葵。さっき僕とこういう話をするのは初めてじゃないって言ったけどさ。つまり、葵だけが何周も何回もやり直してるってことだよね。うん、そうだね。でもさ、僕には一回分しか記憶がないんだけど、これはつまり、その、あ、うん、だからね。きっと私の方が少しだけ薬を飲むのが早かったんだよ。うん？ほら、だからハルトの記憶は私が戻ってくるたびにリセットされちゃうでしょ？でも私の記憶はハルトが戻ってきてもリセットされないっていう。あ、だからさっきのはおかしかったね。ハルトが何回やり直してるのかはわかんないや。サンドイッチみたいに交互なのかもしれないし。はてな3つになっちゃった。混乱するよね、これ。へへ、ごめんね。ややこしいよね。私もなかなか理解できなかったよ。でもほら、時間だけはたくさんあったから。ねえ、葵。僕がこんなこと言うのもおかしいけど。何度やり直しても無理なら、もう。ほら、僕はもともと、ここに戻ってくるときには、その覚悟もあったんだし。それは嘘。ハルトは信じてくれてたんでしょ？私が絶対にハルトと同じことをするって。それは、大丈夫。ハルトも私を信じて。でも、何？信用できないって感じですね。別にそういうわけじゃないけど。ただ、決まり事っていうかさ、運命みたいなものがあるんなら、やっぱりどう頑張っても無理っていうか、なんで？運命に抗うってなんかかっこいいじゃん。ハルトはそういうの嫌いだっけ？いや、運命に抗うって言っても。あ、そっか。ハルトはちょうどそういうのが逆に恥ずかしくなるお年頃か。中身は17歳だもんね。ふふ、運命に抗う。私は
運命に抗ってみせるぞ。ってやると恥ずかしいんだ。な、別に恥ずかしくなんかないけど。じゃあかっこいい？かっこよくはないけど。で、そういう話じゃなくて、そもそも葵だって中身は17歳だろ？え、私は。ああ。は？全然気にしてないよ。なんて言ったって、中身がいくつでも見た目は10歳だからね。ふふふ、10歳。いや、なんで威張ってんの？あはは。ところで、ハルトは私がいくつだと思ったの？え？ん？わかんないけど、10回だったら70くらいとか、そんないく？なるほど、70だね。え、正解は？多分それくらいかな？ほら、7年間やり直すって言っても、一木先生に記憶消されちゃうから、7年間のうち、ほとんどは今の記憶もないんだよね。だから、あんまり時間が経ってるって感じはしなくて。まあ一応、今が何週目なのかは、さっき言った方法で記録してるんだけど。あ、そっか。僕と同じで全部を思い出すのはちょうど7年後なのか。そう、だから心配しないで。それに何度もやり直してるうちにいろいろなことが分かってきたんだ。ほら、委員の受付の門間さんっていたでしょ？その門間さんに協力してもらってね、タイムリープについて書かれた新しい資料を見つけたり。そう。って、え？門間さんってあの門間さん？うん、あの門間さんだよ。大丈夫なの？はは、大丈夫だよ。本当に？うん、大丈夫。心配だな。大丈夫だよ。なんか、言い方、大丈夫？本当に大丈夫？え、門間さん、ちょっと怪しい部分あったんだよね。絶対に。絶対、大丈夫。葵？絶対に、絶対に私が助けるから。え、どういうこと？ハルト。何度も戻っても、何度やり直しても、絶対に。え？あ、エピローグ、何度でも、エンド。え？なんか、なんか、あれみたいですね。なんか歌みたいですね。何？どういうこと？何度も助ける？絶対助ける？やっぱ、風間さん怪しいんじゃないのね。ちょっとさ、